2024年の2月の2日からなんと劇場版鬼滅の刃絆の奇跡、そして柱稽古への映画の公開が決定となりました。いや、公開初日まで残りわずかとなりましたね。いや、こちらが本当に楽しみにしているんですけども、内容といたしましては、刀鍛冶の里編の最終第11話と柱稽古編の先行公開第1話ですね。いや、本当に見どころがね満載の劇場版となっているんですけども、柱稽古編の第1話に関してはね、本当に見どころ満載ですので、いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。そしてね、今回柱稽古編のオープニングの方もこちらの劇場版で初公開となると思うので、いや、めちゃくちゃ楽しみなんですよね。はい、ということで、いや、感想動画の方もね、公開初日に、お届けいたしますので、ぜひともね、楽しみにしていただけたらなと思います。さあ、ということでね、もう早速柱稽古編の第1話解説やっていきましょう。さあ、ということで、今回第1話では原作が128話から131話まで、進むんじゃないかなと思っております。そんな第1話の最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、ネスコと善逸、伊之助の掛け合いと、なっておりますね。こちらのシーンでは、初めてネズコの太陽克服を目の当たりにする、善逸や伊之助の反応が最高に面白いシーンとなっております。善逸の反応に関しては相変わらずでね、まあ予想がつくような展開というか、まあいつも通りな、感じなんですけども、伊之助がね、思ったよりもネズコに興味津々で、面白かった、そんなシーンですね。早くこのシーンが見たいんですけども、ひたすらネズコに自分の名前を覚えさせた伊之助だったということで、伊之助、伊之助、親分伊之助とですね、いやー、もう本当に可愛らしいこの二人がもう冒頭から開幕となっておりますね。さあ、ということで続いてなんですけども、緊急の中合会議が開催となっております。この日、産屋敷邸では緊急の中合会議が開かれていたということで、久しぶりに柱たちが全員集合するんですよね。そして今回のこの会議では、かなり重要なことをお話しするんですけども、禰豆子が太陽を克服した今、大規模な総力戦が近づいているだろうと。だからこそ、より一層戦力を底上げしなければならないと。そして、そのためには、あざの発言が重要であるというお話がね、出てきます。鬼舞辻無惨を倒すためには、よりそのあざの力をね、解明しなければならないというお話になってくるんですけども、一方で、あざを発言した者はどなたも例外なく、というお話も出てきますね。つまり、あざの発言だったりとか、無惨を倒すための会議が行われていくということなんですけども、そのために、今回柱による底上げ訓練、柱稽古編ということで、そんな開幕のね、導入ともなっている会議ですね。かなり物語として進展のある中身となっているので、全集中で楽しんでいただけたらなと思います。さあ、そんな感じでね、今回久々に柱たちが全員集合ということで、いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。さあ、ということで続いてなんですけども、甘露寺光の受け答えが最高すぎるというシーンとなっております。こちらのシーンでは、あざの発言に関する質問をされたとき、このように返答してしまう甘露寺さんが最高すぎるシーンとなっております。あざが発言したとき、どうでしたかという質問に対して、ぐわーってきました。ぐーってして、ぐわーって、心臓とかがバクンバクンして、耳もキーンってして、メキメキ、メキって、ってな感じでね。いや、もう甘露寺ワールドが全開で、本当にたまらないですよね。花澤香菜さんのアフレコで、このシーンを聞けるんだっていうね。いや、もう本当にね、最高ですよね。で、これに対して、柱たちの反応っていうのも、最高なんですけども、こんな感じでね、
いやもう一番聞いてはならないやつに聞いてしまったなっていう感じがもうたまらないですよね。いやーこのシーン本当に早く見たいですね。さあということで続いてなんですけども、いよいよ柱稽古編が始まりますということで、特別な訓練が始まりました。その名も柱稽古。柱よりも下の階級の者が柱を順番に巡り、稽古をつけてもらえるという鬼殺隊底上げ訓練。基本的に柱は継子以外稽古をつけていなかったということなんですけども、禰豆子の太陽克服以来、鬼の出没がね、パタリと止んだと。その結果、鬼殺隊全体への稽古をつけられるようになったと。そんなわけで、始まる柱稽古編なんですけども、今回そんな柱を巡る順番と内容が、こちらとなっております。まずは宇髄天元によるしごきから、基礎体力向上から始まり、続いては甘露寺光による地獄の柔軟というかご褒美ですね。そして時藤無一郎による高速移動の稽古、そして蛇柱による立ち筋矯正で、風柱による無限打ち込み稽古で、矢柱による筋肉強化訓練となっております。いやーなかなかきつそうですよね。これを順々に巡っていくわけですね。一人の男を除いてということで、今回ですね、富岡義勇さんの訓練はどうしたんでしょうかということで、続いての見どころシーンなんですけども、こちらとなっております。さあ富岡義勇さんの過去と現在ということで、俺は水柱ではないと言い張る富岡義勇、一体何があったのか、炭治郎はそんな富岡さんに、しつこくつきまといます。その結果、炭治郎にある真実を述べます。それはですね、富岡義勇さんは最終選別を突破していないのだと、いうことなんですよね。どういうことなのっていう感じなんですけども、それには同期であるサビトというね、人物が影響しているようなんですよ。ここではそんな富岡義勇さんの明かされる悲しい過去と未来、富岡さんはどうしていくのかが明確に述べられる場面ですので、いやめちゃくちゃ見どころが満載の、シーンとなっております。サビトとは一体どういった人物なんでしょうか。なんとね、炭治郎とも関わりがありましたよね。はい、ということで、このシーン劇場版でぜひとも見ていただきたいですね。感動できる、シーンとなっております。で、今回ね、富岡さんのこちらのアフレコシーンにも、注目したいんですけども、なぜ忘れていたサビトとのあのやりとり、大事なことだろう、思い出したくなかった、涙が止まらなくなるから、思い出すと悲しすぎて何もできなくなったから、つたこ姉さん、サビト、未熟で、ごめん。いやー、そんなですね、今回桜井さんのアフレコにも、注目となっております。いやー今回ね、本当に桜井貴博さんが声優さんをね、続投で良かったなぁと思っておりますね。いやー柱稽古編の中でも本当に随一の見どころとなっているんじゃないかなと思っておりますね。さあということで続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、情緒不安定な胡蝶忍となっております。なぜだか落ち着きがない胡蝶忍、一体何があったのか、感情の制御ができていないのは未熟者、未熟者ですと、自身に言い聞かせています。ちょっとね、本当に可愛らしいんですけども、するとそこへですね、つゆりかなおがやってきて、とあることについて、話し始めます。またですね、胡蝶さんは今回の柱稽古には参加しませんということで、どういった理由があるのでしょうか。はい、私の姉カナエを殺したその鬼の殺し方について話しておきましょうと、次なるですね、決戦に向けて何やら準備をしている胡蝶さんと
いうことなんですよね。いやー今回ね、このシーンがもうめちゃくちゃ見たいんですけども、実はこのシーンですね、無限城編へのアプローチシーンとなっておりますので、劇場版で公開されることがあれば無限城編の制作は確定と言えるでしょう。もうそれぐらいね、無限城編に向けての、シーンとなっているんですよね。あの鬼との決戦がもう近づいてまいりましたね。さあそして、今回第1話最後の見どころシーンなんですけども、こちらということで、鬼舞辻無惨を倒すために、というシーンとなっております。鬼舞辻無惨を倒すために協力しませんか、産屋敷邸にいらしてくださいと。一体誰のカラスなんでしょうか、そして誰に話しかけているのでしょうか。そう、その相手とは鬼であるあの人なんですよね。今回玉代さんということで、鬼である私を鬼殺隊の本拠地へということでね、なぜなんでしょうか。鬼舞辻無惨を倒すためにはどんな手段も厭わない鬼殺隊側のね、信念が垣間見える、そんなシーンとなっております。裏切られる可能性があるのに、玉代さんを信頼して産屋敷邸の場所を教えるということで、リスクがあるからこそ、こっからの鬼滅っていうのはより一層物語として、深みが増しますよね。そんなシーンで、今回の第1話は終了となるでしょうと、いうことで劇場版の最後がこのシーンですか。いやめちゃくちゃオチとしてね、最高にいいシーンなんじゃないかなと思っておりますね。はい、ということで今回劇場版の見どころはこんな感じなんですけども、さらにエンドロールの方でアニメ版のオープニングのね、公開っていうのもあると思うので、そちらの方も、かなりの見どころとなっております。さあそれでは皆さん、高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。